シャボン玉といえば、童謡のイメージからも儚さが際立つモチーフ。しかし一度作ってみると、日の光を受けて輝く希望をも感じさせるものだな。ライブでも演出で使われるように、思い出を美しく彩ってくれる存在としても馴染み深いですしね。今回の CM でもそんな役割を果たしてくれそうです。それにしてもこんな風にシャボン玉を作るのは子供の頃とはまた違った感覚です。画面映えするようにシャボン玉をうまく飛ばさなければ。一ノ瀬、自然体でシャボン玉に触れてほしいというオーダーだ。もっとありのままの自分をさらけ出すがいい。次はこれを使ってみろ。引き金を引くと七色に光るバブルガンだ。それともサックス型の気泡機が良いか。遠慮することはない、存分に楽しむがいい。よく晴れていて気持ちのいい青空ですね。気の置けない関係であるあなたと、流れていく雲をただ眺めるゆったりとした時間、夢のような心地です。無邪気な子供のごとく思いつくまま手遊びをする。不思議なほどに気持ちが和らいでいくのを感じます。たまにはこんな風に息抜きをしたいものですね。ええ、もちろん二人きりで。本当の私を見せられるのは目の前にいるお方だけ。愛するあなたこそ私にとって唯一の人なのです。日差しが少々強かったのでしょうか、頬が赤いですね。これを飲んで落ち着いてください。冴えた炭酸がほてった頬を冷ましてくれるでしょう。この爽やかさも私とあなたの思い出の味になりますよ。これからも常におそばに置いていただけたら、心からそう願ってやみません。いつからあなたのことを好きになったのか、記憶をたどってみるとつい顔がほころんでしまいます。出会えたその時から全ての瞬間が愛おしいのです。シャボン玉のように次々と生まれ漂う歌方の恋心、あなたの声がそれを確かなものに変えてくれました。壊れて消えるばかりでなく、思いを重ねていけるとふつふつとたぎるような、それでいてどこか切ない、刺激的でほのかに甘い感情を私はずっと味わっているのですよ。あなたはいかがでしょうか。おや、その顔は少し喉が渇いてはいませんか。この気持ちを共有するのに炭酸はちょうどいいかもしれませんね。どうか受け取ってくださいませ。それともその唇は俺のキスを望んでいるのか。ならば渇きを癒した後で味わえばよい。お前がさらに俺を求めるように心ゆくまでな。